教育担当、副看護部長の小森文子です。教育体制について説明いたします。三病院共通のクリニカルラダーに基づく教育体制とキャリアアップ支援について説明します。独教医科大学病院は、当大学病院、埼玉医療センター、日光医療センターの 3病院共通のキャリア開発システムに基づいて教育支援を実施しています新人看護師はクリニカルラダー1のチャレンジャーとなりますラダーは1から5の5段階でマネジメントラダーは看護管理者が対象です教育理念は共育で共に育ち共に育てるです看護部の 求める看護師像は看護の専門性を追求できる看護師高度先進医療に対応できる看護師安全管理ができる看護師組織人として役割遂行できる看護師感性豊かな看護師の5つを掲げています。日本看護協会が作成した看護師のクリニカルダダーを標準的な指標として当院で作成した クリニカルラダーを活用しています看護師個々がレベル1から段階的にステップアップできるような教育体制を整えていますクリニカルラダーレベル3部署において専門性を踏まえた看護実践が行え組織的な役割遂行を実践できるを一人前の看護師としておりレベル3認定を大学病院の看護師としての目標に上げています クリニカルラダーの活用の目的は看護実践能力を着実に身につけることまた4つの構成要素を基盤とした教育を通して看護師を支援することの2つがあります4つの構成要素にはニーズを捉える力ケアする力協働する力意思決定を支える力があります 当院では日本看護協会が提唱しているクリニカルラダーの実践能力組織的役割遂行能力のほか社会人としての基盤能力やキャリア形成能力を加えた項目でクリニカルラダーの承認を行っています集合教育のプログラム内容はレベル別や役割別など対象別にしています こちらは、新人看護職員の年間の教育内容です。入職からの集合研修では、配属部署での研修と集合研修場所に行き来しながら、職場環境に馴染むことも目的に基盤となる初期研修を実施しています。一時救命処置の BLS は、日本循環器学会の BLS プロバイダーコースを院内で受講しています。 学びの環境としては、ナーシングスキルとセーフティプラスを導入しています。ナーシングスキルは、看護技術などの項目をテキストや動画で確認・習得するためのオンラインツールです。セーフティプラスは、全職員の医療安全関係の研修で、どちらもインターネットを利用して、いつでもどこでも学習ができるようにしています。 部署における新人教育体制は、チーム支援型教育です。チーム内でそれぞれのメンバーが習得する分野を指導するように、役割分担を行い、部署のスタッフ全員で新人を支援します。ともに支え合い、成長することを目指しています。新人看護職員が1年間を振り返り、看護師になってよかった、 などのエピソードをまとめ新人看護師間でエピソードの情報を共有することで看護観を深めモチベーションのアップにつながっていますキャリアアップ支援ではクリニカルラダーレベル3のその後のキャリアアップとして専門看護師認定看護師特定看護師などの資格取得や学位取得など多くの資格が 働きながら取得できるように支援しています。本学には、SD センターがあり、医療安全管理者養成講習会や実習指導者講習会などの教育部門が充実しています。また、地域共生競争センターでは、地域住民と学生及び教職員が共同し、地域に貢献できる人材育成を目的に、 キャリア発達開発支援として感染管理と新生児集中ケアの認定看護師教育課程があります。学べる環境の整った独協医科大学病院で皆さんと一緒に共に学び共に育つことを楽しみにしております。